くれてた。ムムム。まずい。オーケー。さっさっさ。触ったことはないですが、もう入り始めているスーパーリノマックスっていう台、この台よりさらにエグくなってるそうなんですけど、その台もおそらく打ち方はほぼ一緒で、もう一個ビッグパルサーっていう台がもうちょっとしたら入り始めるかもしれないけど、その台も一緒です。ただビッグパルサーの方は、トマトの代わりにスイカなんだけど、スーダンマイルドになってるから、そっちはだからこんなにトマト感でハマることもないし、その代わりレンチャンもあんまりしないという感じの代みたいですね。あと同じスペックだと5月の末に入り始める4スリールのナイツ、それが山さから出る4種類か、他にもあの平和オリンピアから出る南国物語スペシャルとか、あと7章っていうメーカーからも一種出るはずですね。スーパーリノマックスはそそるよね。多分もうゲロ吐きそうになりながら打つんだろうなって感じ。だって1回のもうトマトのミスでそれこそ下感で死にたくなるような感じ。あーいかん、これはいかん、これはいかん。あの目の直後にリプレイが出始めると一番嫌なんだな。これはだからセーフだった。まだセーフ、まだセーフで。ほら、これが一番良くないパターン。ああ、いたんだまだ。だとすると16ゲームもうボーナス引けてないんだ。おお、これで順応して狙ってみるか。ほら、あ、これリプレイだ。ほらじゃない。あ、いた。へー、あれ下段レモンと当たるんだ。ダメだって。お、セーフ。いた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 。またトマトが増えちゃうんですけど、いいのこんなんで。本当にいいの。やめろよそれで。もうすぐ出るんだ。いる。おー、いた。ボーナスの日がちょっと甘いですよね。もっと鋭いから。なんかもう本当に本物の突き刺さった感じの。あー、まだいたね。あー、やった、ラッキー当たってた。弱えなー。あった、生きてた。
ビビるぐらい早いから、無敵状態入った時。チャンス、今日はチャンス。よし、8連。またちょっと化け多めか。よーし、9発目。まだもたついてる感があるけどね。いかんな。おーい、公園今2連続でしょ。で、化けが成立してる可能性もあるから、どうせなら次もう一回引っ張ってこいみたいな感じになる。なんでかって、あのボーナスが成立した後は順外れの出現率もすげえ上がるんで、まあ、そういうことが起こるんですけど、でそれが赤7をしてると一発で分かっちゃうっていう感じ。もう良くないですよ。だから 2連続で、どうせなら次もレモンの局面だったんだよね。まあリプレイが出てないから生きててほしいなみたいな。嫌な感じです。あー、もう無理かな。20ゲーム。あー、はいはい、転落でしょうね。9連か。てれ、1300枚、1337枚、3枚2000枚ぐらいあるぞ。これはまずいね、これはまずいよ。よし、まあこうしましょう。やっぱ角台強いと思う。これはあれかな、仮点まで行っちゃうかな。仮点抜けたら地獄だな、マジで。あと50ゲーム、あと50ゲーム後だが勝負だ。仮点上抽選、マジでそれ逃したらもうやだ。はい、来た。次南国、リプレイか3枚ベル引くまでわからない。アウツ、アウツ、アウツなんだか。仮点スルーした。地獄だ、地獄なんだが、マジでこれはいかん。来たんじゃないですか。ついに前半をリードして折り返す、いい展開。よしよし、うわとりあえず当てるまで行こう。この一周はするしかない。もう、この一周してどうするかな。これは参ったね。やらかした。この上がもう996、最大天井996ゲーム。完全に砂浜に座らされて、ただひたすらに海を眺めなさいという地獄の刑を今目をそらすんじゃない。後ろで鬼がこう、ダン、返してください。もう見たくない、もうただ漂うダリア。揺れ穏やかな、穏やかな夕日を見るのは許せるな。
間も試してください。だからいつだっても静まる夕日を見ろ。もみたくないっす。何にも出てこないじゃないですか、海から。日も沈まないし、動物もいないし、ただ波の数を数えろ。あ、夕暮れの刑ですわ、夕暮れの刑。996ゲームか、夕暮れの刑事処す。うわー、前59ゲームで会ってくなるって言ったじゃないですか。それは漏れたのだ。まずい、あの259ゲームまずい。うわー、1月組どうなるかは分からねえから、勝負ほどきれいな面白いんじゃねえんですね。ミスさんがリノでもう2000枚クラスのグラムを積み上げていた場合、物理的に無理です。台からメダルが出てくる速度では間に合いません。3000枚落ちてるけど、これは中心に入れていいいいいいってね。払わされる。バスだかなんだか知らねえけど、魚釣りに行くからよ。その辺の川でやってくれよ。なぜ琵琶湖まで行く。魚買ってやるから、それで我慢してくれねえかな。次のレバー後の、リップレート3枚目引き次第当たります。ビッグ食うんじゃない今の。よし来た、3連続ビッグ。え、これなんかあとから単発で終わらせたらみたいなの。はい、来た、つながった。で、安心するのはまだ早い。2度あることは3度あるぞ。8アイルループ、ここまで2回連続伸ばしてるんだ。投資は46,000円。3個目の正直だ、いきます。よし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 、やっと連した。しちゃった。安心安心。穏やかに笑ってられましたね、うんさん。穏やかに。ありちげれ、当たったチェリーで。よいしょ。ナイス。シャリー。ラッキー、はい、ラッキー。よし、ゲームレンディア。何だから狙って。よっ、よし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 。
のパトランナーがいるとすげえトランスな曲になるんだよ。一応聞きますか。パパパパパパパ、マジでやべえからもうどうしちゃったんだパトラランチャーっていう。落ち着かなすぎるわよし、次もリプレイか3枚プール揃ったらもう終わりだった。今もう当たってるか当たってないか頼むぞ。ここにリプレイかベルが止まったら大ピンチ。リプレイ止まったらほぼ終わり。ベルがする。うわ、怖え。スイカ頼むぞ。嘘だろ、いない。いやー少ねえ、これではダメだ。抜けたー。700枚ぐらい。左隣2台ご夫婦が座られてまして、めちゃくちゃ楽しんでる。トマトのタクとかをね。わー来た、いいね、素晴らしい。ああいう家の子供に生まれたかったよ。毎日トマトの三択を考える感じ。989ゲーム、11個です。あれ990ゲームで今11個。あれ、まあ6だ6だという感じではないですけども、1じゃなさそうという感じかな。ないのかな。おい、うお、しかも当たった。12個目、素晴らしいよ。おお、ふざけんな、やめろよ。一ゲーム落ちはもう本当やめてよ。リプレイが全然出ないからセーフかと思いきや、なんかある時を境に急にリプレイ出始めたりするからね。でいい加減上上がってんならもう当たってもおかしくねえだろみたいになってくるから、これはいかん、本気で落ちてるかもしれない。あ、いたんだ。お、セーフ、生きてる生きてる、粘ってるぞ。引き上がる。ダメだってそれは。こんだけ粘って引けてないっていうのが弱いよね。あー、あった。さっきのレモンで当たってたら化けるのが可能性高いか。ああ、なんでもいいわ。
りあえず一発引っ張ってきた。うわ、これは危険。あー、もうダメだ、落ちてるわ。ビッグ1、バケ1。あー、いってー。かろうじて1じゃないぐらいの確率で今トマトを引き続けていて、で正解まで数えてないですけど、あんまりスルーしてないでしょ。それでこの出玉を今保ててる感じなので、これでトマトのタクが外れ始めると一気に持ってかれる可能性も十分あります。おほほ、マジで調子いい、マジで調子いい。出現率自体は大したことないけど、よし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 、いけてる時はこんなもん。考えられません。いやー、また出てる。頼む、生きてて。お、さあどっちだ。トマトがここに止まればセーフだから。ここに止まったらもうアウトよ。うん、ほぼ間違いないですね、それで。よし、すごくない、もうこんなのでもうよしとか言えるんだ。いる時の、あ、そうかそうか、トマトです。それで上にいる時のトマトです。でこれ止まって、払い出しが今1枚だったんだけど、別途おっしゃったから消えてますけど、払い出しがない形の時は、通常状態だったら今トマト揃ってましたよみたいな、要は左が正解でしたよっていう時は払い出しがないんです。おい、やめてくれよ。セーフセーフ、まだいるよ、まだいるよ。大丈夫よ、大丈夫よ。うわー、うわー、うわー、ノーボーナスか、ついに。うわー、終わった、アウト、完全にアウト。今日4月の
まあ半ばなんですが、半ばというかもう待つか、4月21日かで、次の収録はもう6月の半ばなのよ。生きてると思う？リノがあればなんかこうね、探して頑張ってとか運一発でとかあるんだけど、6月まで生きてるとも思えないんだよ。そうなるともう凱旋で一発狙うしかないとかなってきちゃうよね。あー、またミスだ。うわ、またミスった。3連続ミス。よし、逆押し大成功。18発目かな。さあ戻ってこいよ。やめて本当に、本当にやめて。あれで死んでたらもう本当、うわあ危ねえ。2連続リプレイ。うわ、おせーい。今のは良かった。ファインプレーだね。いい、良くない。ルカムに。あーたごめん、頼む。話が変わってきた。そうだ。来た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 、こういうやつ。相手もしっかり多分弱いから。うわなんだよ。